バンター航空博物館はフィンランドの博物館である。フィンランド最大の空港であるヘルシンキバンター、国際空港の一区画として運営されており、いくつか存在するフィンランド国内の航空機を展示している博物館の中でも最大の所蔵量を誇る。現地の表記は、スオメニイルメイレミューチオ。フィンランドは独立から間もなく、 各国に先駆けて独立した空軍を創設し、現在に至るまで航空戦力に力を入れてきた。冬戦争当時、フィンランドには各国から2000級の兵器が供給されたが、その中でも航空機はソ連からの路獲品も含めて、日本を除くすべての国の航空機がフィンランドに揃っているとまで揶揄されるほどに、多したように保有していた。 第二次世界大戦中でもフィンランドは独自の航空機を製作しようと試み、戦後はそれに加えて東西両陣営から多くの航空機を輸入した。バンター航空博物館はそうした航空機のほとんどを中には試作の一機しか世界に存在しないものも含めて収蔵している。写真などの資格資料は7万8千点に及ぶ。 フィンランドの軍事博物館の中でも特に規模の大きいものであることは確かであり、団体客用の多目的室や16万点に及ぶ航空関連雑誌1万6000点の書籍などが収められた図書館などの設備が整っている。なお博物館としては1969年にオープンしたが、当時は空港の一部として扱われており、独立した。 博物館として運営が始まるのは1980年であった。日本語ページ A5 ページ機体の一部展示、あるいは不完全な機体航空機以外広大な空港の敷地内の施設であるが、ある程度近くまで移動するバスがあり、要請に応じて運行する。入館料は5ユーロであり、家族チケットも販売されている。空港の施設であるため一般的な売店やカフェが併設されている。 クリスマスを除き年間を通して開放されており、開館時間は11時18時となっている。ありがとうございます。